テテレテ、優しくて明るい面白い男の子、ヒロキでーす。テテテレテ、ゲー。こんにちは。ヘッドラインのニュース、今大事件のニュースを、お伝えします。昨夜、人気 YouTuber、ヒロカイリュウ、ヒロック、22歳、1億、100億ドルの、札が、銀行強盗で、盗んだ、こちらなんですけど、人気 YouTuber、広川龍、22歳、広島市、出身、この人は、2016年、5月に、YouTube を立ち上げ、いろんな動画を、効率で、毎日動画をアップしていた、人物。周りのファンから言うと、優しくて明るい面白い男の子。普段は面白い、おとなしい、声がちっちゃい、私服などが、小学生っぽい、見た感じ小学3年生っぽい。で、あと、顔からしたら、中学生、高校生、お前二十歳じゃないだろうっていう、まあ、ファンの周りの人から、ネットに書き込みされております。で、まあ、この顔なんですけど、顔は、まあ、身長、160センチ、体重、4キロと、で、顔が、まあ、細い。で、いつも優しそうな顔。まあ、昨日、夕方5時30分に、容疑者、人気 YouTuber、ヒロカイリュウ、ヒロックことは、銀行、勝手に入り込んで、銀行の人に、おい、金、何か、金よくせと騙し込んだ、疑いが発見されております。で、その後、一般人は入れない校舎を、広川氏は入った。で、100億ドルの、日本では数えきれない、札束を、盗んで、帰った。そのまま逃走。未だに、捕まっておらず、どっかで欲望しております。まあ、怖いですね。その映像が、こちらです。と。おお、お金だ、やったー、お金、オーケー、オーケで、俺はこんなことになってんだ。どけんな。犯人、ぶっ殺す。はい。先ほど、もう一回、あらかじめ、言ってきます。犯人、の顔です。犯人の顔です。名前は、広川龍、ヒロック、年齢は、22歳、誕生日は、2000年の2月8日、平成12年生まれ、広島市出身。で、好きな、趣味は音楽、スマップがよく大好き。時には乃木坂の白石麻衣が大好き。いつか結婚したいな、と述べている。この人物は、人気 YouTuber で、2016年、5月、
に、YouTube を再開して、チャンネル登録者数が4万人いくほど、今3万人なんで、もうすでに4万人いくところです。いろんな動画を全国に上げている、面白い動画。で、ファンも多く求めている。で、まあ、ファンの言いなりによ、よっては、優しくて明るい面白い男の子だ、男の子だった。いつも明るくて元気な、振る舞いの、子だった。性格は、いつも声がちっちゃく、おとなしく、なぜか YouTuber になると声が大きく、はっきり、普段と変わらない様子でござる。で、身長が125センチ、体重が46キロ。で、見た目は小学生なんですけど、ひろくが着てる私服、服装などは、小学生、小学3年生、中学生、高校生にも見える。顔が高校生、米津玄師と似ている。ひろくは元は米津玄師と似ている。です。こういったファンの、声が上がっています。そして、ファンの、ひろくのファンは、ひろく、なぜそんなことしたんだ。ひろく、もう大嫌い。もう、そういうする広く、じゃなかったのに、なんでお金、お札盗んだの？って声が上がりました。広くは、昨日、午前、6時30分から20分の間、一人で銀行へと向かった。銀行はお金も持ってない。貧乏だった。で、銀行員の人から言うと、広川さんはいつも貧乏人だった。お金を持ってない。困っている。だから、お金を盗んだ。10億ドルほど。日本の税金10億ドルほどのお金を、罰金、裁判、盗んだ。で、盗んで、脱走した。今、なおまお、警察が確認しておる。で、警察は、捕まっていない。まだ、捕まってない。脱獄している。というケースがあります。これは、今までもそうでしたけど、日本から愛され続けていた、ヒロックが、まさかこうなることは、予想にも思わなかった。まさか1億です。日本の税金が1億ですね。それだけあれば、何でも買えるという、ヒロックの、予想通り。まだ捕まっていない。どっかで逃げている。脱走している。かもしれません。今、先ほど、見た VTR は、銀行の、広川銀行の防犯カメラを捉えた一部始終の、ヒロックスです。パンツをかぶって、お札を、ズボンの中に入れた。そのまま脱走しているところが見られています。なお、他の人は、誰もおらず、ヒロック以外だったそうです。で、周りの、人から見ると、広川さんは貧乏だった。いつもお財布を手に持っていなかった。食欲もなくてホームレスだった。まあ、こんな声も上がっていますね。で、広川さんにとって、広川さん、広く、ファンが、そのコメントをいただいております。ファンはこうやってコメントをつぶやいています。SNS でネットをつぶやいています。まず、男性の、チューチューさん。ヒロックは、悪い人ではなかった。なぜこんなことした？続いて、紙仕切りスーパーマリオさん。こないだ、ヒロックさんの動画を見て、感心しました。そのよう続けております。福岡現在、未満、ベッキーさん、時は来え、広川さんは、ついにやっていますというコメントが上がっております。これは絶対許すことではないです。
まあ、僕の、まあ予想では、ヒロクさんはそんな悪いことする人ではなかったんですけど、やっぱりあの、10億ドルほどという、まあ、数え切れない普通の生活より、まあ上がってる、銀行をうまく捕めず、おりました。まあ、いつか捕まってほしいですね。まだ、脱走中です。どっかに隠れて、コツコツしてるんじゃないでしょうか。で、ついで、あの、ひろく、ひろくの動画、僕もね、あの、YouTube で、まあ、いろんな、ひろく、まあ、チャンネル登録してるんですけど、まあ、いろんな動画上がっております。ごく激ペヤング焼きそばが、人気回数が3万人。で、クエケチョコボール、これ俺の弟も、懐かしいですね。あれも、まあ、今までは見た回数ではないんですけど、まあ、そこまでは、悪くあったわけじゃないですね。以上。トムソルトが俺はアレンサーじゃなくて犯人だ。おいしっとがおいしっとがトムソルトが銀行強盗が出てきてダーン歌わされて俺はニュースキャスターズだぜ。うはん、ヒロガリヒロヒロ。ハラハラ、ヒロヒロ、ハイドン、こんばんは、YouTube、ヒロプリース。これだけは、何度かね、スイッチでも宇宙でも行けるぜ。まだ捕まっていいな。騙されてた。みんな騙されてた。